お天道様が恨めしいね。日照り続きで畑はカラカラ、雨が降らなきゃこの先どうなることか。畑だけじゃなくって私たちも干からびちまう。まったく涙も出やしないよ。辛いですね。なぜ天はこれほどまでに人々を苦しめるのでしょう。私の力はこういう時にこそ必要とされるの。今使わずしてどうするのか。見ていてください。私がささやかなりとも雨を降らせ、乾いた大地を潤してみせます。おいおい、何を言ってるんだ。そんなことできるわけないだろう。自由に雨を降らせるなんて聞いたことないよ。何事だ。これはセレノア様。それがこの女が妙なことを言い出しまして。エザナと申します。日照りによる人々の苦しみを私の術で払ってご覧に入れましょう。そんなことができるのか。相手は天地そのものだぞ。おお、雨だ、雨だぞ。本当に降ってきた。これは天気を自在に操る術なのか。こんな力は初めてだ。エザナと言ったか。民に代わって礼を言わせてほしい。それには及びません。苦しんでいる人々のために自分にできることをしたまでです。セレノア様、よろしければ私をあなた様の軍に加えていただけないでしょうか。ボルホート公の名声は田舎育ちの私の耳にも入っております。ぜひお役に立ちたいと思いこちらに参りました。願ってもないことだ。こちらこそどうかよろしく頼む。エザナが加わってくれたことは我が軍にとっても恵みの雨となるかもしれぬな。